働きやすい会社から働きやすい社会へ。はい、どうも、社会保険労務士の大月でございます。本日もゲストに富田先生にお越しいただいております。先生、よろしくお願いします。はい、こちらこそお願いいたします。いや、いよいよ年が明けてきまして、昨年の撮影で年末までにこれをやっとけとか、そんなお話をいただいたりしたじゃないですか、はい、で、年が明けたらこういう勉強をしていこう、まあ、その時間がもう過ぎてしまいまして、まあ、中にはおそらくこの動画の放送というか、配信日は2月以降なんですが、まあ、そこで初めて見る方もいらっしゃると思うんで、ということはもう過去は取り返せないですからね。そこから初めて社労士というものに興味を持って見る、うん、ということも当然ありえますよ、ね、ということで、本日のタイトルは初心者から3月から初めて8月の試験に合格する方法ということですね。まあ、実際に試験日まで数えて6ヶ月弱ということなんですが、はい、これ完全にあの初心者の方が、そうですね、あの初学者の方が、はいはい、勉強を始めるという前提でお話をしたいなと思います、はいはい。もちろんそういう方っていうのは年金が1号2号3号とか、そんなのもご存じないかと。全然知らないはずです、うん、あの、私の自分のことを考えると勉強始めるときには何一つ知らなかったですか。そういう方が今から間に合うということですか。まあ、大雑把に言うと6ヶ月で合格する方法って話なんですね。はいはいはい。で、はい、その、まあ、6ヶ月で合格するっていうのは、じゃあ今まで前例がないかっていうと、うん、いや全然そんなことなくて、うん、あの、もっと短い人も実は知っててですね。その人は特別だったとかじゃなくて、あの、そんな風には思えないですけどね。スマホでこう協力者から送ってくるのかありましたね。そういうわけではなく、とんでもなく特別っていう例ではないと思う。全てそこに時間を使ってるとか、そういう感じですか。もう仕事を辞めてとか。仕事を辞めないでその人は受かってたりとか、うんうん、別に一人じゃないんですけど、仕事を辞めるとかいうのは前提条件にはならない、うん、1日にそんな、じゃあ20時間をとかってわけじゃないってことですね。お話聞く限り、うん、使える時間は全部使ったと、うんうん、いうのは確かに全員言ってます。まあ、大体何時間ぐらいなんですかね。その1日のスケジュールからいくと、平日9時6時が所定労働時間として、まあ8時に家を出て、家に着くのは7時とか、あとはまあ夕飯を食べてお風呂に入ってとかっていうと、まあ、そこまで時間取れないような気もするんですけど。確かにそんなに平日は取れないかもしれないですね、うん、まあ、ただあと土日ね、集中したりとか、うんうん、よくあるパターンなんですが、通勤時間を無駄にしないというパターンとか、はい、で、まあ、とにかく使えるところを全部使うというイメージですね、うん。何時間ぐらい使えばいいんですかね、今回の場合。いや、できる限り多く。これ人によって違うので、あの、最低時間というんですかね、最低この時間は確保できるのが大前提とか。いや、特にそんなデータは持ってないです。あの、人によってそれは違うんじゃないかなと、うん、あの、やることとかはもうはっきり分かってるので、うん、それをできる限り早くこなすって話ですね、うん、効率よくこなす。例えばすごくできる人でも1日30分でそれこなせるよっていう、そういうものなのか。効率を上げる方法を考える、それは確かにそうだと思います。じゃあ、まあ1日1時間とかでも受かるかもしれないってことですか。可能性はありますけどね。ただ1時間じゃきついかな。さすがに最低の時間っていうのは確かに必要かもしれないですね、うん、まあ、皆さん全て使ってたわけですから、うん、まあ、睡眠時間をちょいちょい削ったとしても、まあ、最低1日どんな短くても3時間ぐらいは最低でもやってらっしゃったんじゃないですか、うん。まあ、例えば月曜から金曜まで平日かける3したとして、で、土日とにかく使える時間精一杯使おうというようなイメージで いければ半年あれば、まさに1週40時間みたいな、そんな感じですよね。まあ、じゃあそのぐらいの覚悟をできることを前提に見ていただかないと。そこはある程度こう、普通だったらもうちょっと長くやるとかいうところを短期合格って考えるので、うん、やっぱりどうしてもそこはね、うん、集中するところとして、まあ、そのできる限りの時間を使っていただくと、うん、ただこれものは考えようで、うん、一生の中でそのごく限られた時間集中する話なんで、うん、ちょっと無理しようってのもあるかもしれない。まあ、40時間がきついのかきつくないのかは、まあ、やってみての感じですからね。で、まあ、疲れたら当然ね、休んでもいいだろうし、案外これ面白いなとか、まあ、初心者の方なんでね、結構興味持った内容だったらなんかサクサクいくんで。そう思います、うん、特に初めの頃ってなんだこうなってんのみたいな。労働基準法とかから始めると、うん、まあ、働いていらっしゃったりとかすると、直接自分の会社のこととこう照らし合わせて、うん、そうなんだみたいな、うん、結構あると思うんですね。それテキストというよりは漫画を読んでる感じになるかもしれないですね。そうなっていただけると講師としては嬉しい。わかりました、はい。まあ、その前提でちょっと、あの、実際ポイントを聞いていかないと、はい、まずやるべきことはです、長期であったって短期であったって変わんないんですよ、大元のことは、うんうん、いつも申し上げてる通り、テキストの内容を理解するのと、うん、過去問とかをやってその問題が解けるようになるっていう、それをまあできる限り、まあ、繰り返しをしたりとかして、うん、マスターするぜっていう、うん、これ自体は変わんないんです、はい。でなんですが、ただ時間が限られてるので、うん、普通だったらテキストをじっくり読み込んで、うん、でその後また問題解いて、またテキストに行ってと順番にこう繰り返すところですね。テキストとにかく一旦ざっと英語版のポイター、市販のテキストとかであれば、はいはい、大概あの本文があって、で横にこうちっちゃい文字のところがあったりとかする、うん、で最初もとにかく大まかな文章だけ見て、でちっちゃいところもざーっとだけ見て、とにかくできる限り早い時間で終えて、問題解いちゃう。ミソは普通にこう時間があるのに比べて早めに問題見ちゃうって話。
まあ、あまり準備しなくてもどんどん取り掛かっていく感じなんですね。そうです、できなくていいんです。ざっとしか見てなければ当然できないですから、うん、そこの目的は解ける解けないじゃなくて、どういう問題が出るのか先に知っちゃうってパターンなんです。どういう問題が出るか先に知っちゃうと、それでこうテキストを次に読むときに効率がぐんと良くなるんです。おそらく初心者の方なんでざっとなんで解けないじゃないですか。これ多分気持ちが折れそうな感じするんですけど、どうやって乗り越えればいいですかね。いや、そこはね、解ける解けないを考えないでほしいんです。解けなくて当たり前なんです。一応答え合わせするんですよね。一応ざっとします。ただ、はい、その時にはだから車に構えるというか、ざっとしか見てないんだから解けなくて当たり前だと、なんでこういう問題出すのかぐらいの感じなんです、うん、答え合わせの時に多分気になる人っていうのは間違えるとそこに書いてある回答を調べに行くじゃないですか。そうやって時間かけた方がいいのか、ある程度合ってる間違ってるぐらいにしてもう一回テキスト行った方がいいのか。もう1回目はもうその解説文読んでおしまいぐらい、なぜこんな聞き方するんだねっていうその聞き方パターンって必ずあるので、うん、そのパターン知っちゃうと勉強する時のポイントが見えてくる。一番最初に傾向と対策知っちゃおうって話なんです。でそうすると次にテキスト改めてやるときにぐんと効率がいい、うん、じゃああんまりそこで間違ったからってこの間違えた箇所をガーッと調べる必要はないって感じですか。はい、普通だったらこう時間があればね、そこで一旦戻ってじっくり考えて、うん、でまた問題解くというパターンなんですけど、うん、それやらずに最初にとにかく、試験テクニック的なところを先に見ちゃうんですね。この問題をこの教科数字聞くのが多いなとか、こういう聞き方をするんだと、そうするとじゃあこれを押さえときゃ大丈夫だよねみたいな、そこを知っちゃった方が効率がいい。ちなみにざっと読んで過去問はやっぱ5年分やっといた方がいいですか。やっぱり5年分ですね。傾向って分かんないですね。1年とかじゃ分かんないので、逆に言うと6年分以上じゃなくていいと思う。もう時間も限られてるし、できれば長くみたいなことは考えなくていいので、5年分と区切ってやっていいと思う。1科目ざっと読んでざっと5年分解いてざっと解説読んで次に行く感じですか。そうです。でそこからあと実質的な勉強に入るというか、うん、そんなイメージなんですね。1科目ずつそれをやった後に、とりあえず傾向をつかんだんで、はい、ここからちょっと気合い入れてやった。はい、そうです。このスケジュール的にはこれいつぐらいまでに終わらせておくといいですかね。3月から始めるって考えた場合には、はい、やっぱり半分、6ヶ月のうち半分で5月までに今のところをやって本格的な勉強にちゃんと入っておいてほしい。一通りこう本格的な、一旦全体の傾向と対策ざっと見た後、本格的な勉強を一通り終えるのが3ヶ月っていうイメージなんです。5月は、多くの人はゴールデンウィークがあるでしょうから、5月いっぱい使うというよりは、はい、ゴールデンウィークフルに使っていただきたい、じゃあゴールデンウィークが終わったあたりで、それは一通り終わってますよぐらいが。そうですね、5月末までに終わってくれれば残り3ヶ月あるので6、7、8最後残ってくれてれば問題より解けるし、それから直前の情報も入りますしね、やっぱり目安は半分っていうところだと思います、あとはそのご自身と時間がどのぐらい確保できてるかによって進み具合は違う、例えば社労士事務所に勤めてますなんていうと、大体7月になるとそんな時間取れなくなるじゃないですか、はい、どうしても忙しいのが7月なので試験に近いところが忙しいんですよね、昔よりは良くなったんで、はい、そうですね、良くなりましたけどね、1つが後倒しになったんでね、あれなんですけど、もっと正直にやればいいのにな、余談中の余談でしたけど、あともう一つはですね、やっぱり効率を上げたいんですよ、で効率上げるのに基本独学ベースでものを申し上げてるんですけれども、以前にも他のとこでも申し上げたことあったんですが、今はもう気軽にこうオンラインとかで、科目別でもいいし、その学校とか、うちの もそうなんですけど講義を聞けちゃうんですね、普通にこうスマホとか自宅のパソコンとか、そんなところでこう見えちゃうので、えらいかかってこれはダメだということになりそうだったら、もうそれ使っちゃう手も一つなんです、独学とこう学校に行くとかいうのが境目がだいぶ薄くなってきたような感じがします。場所的には自宅でやってるわけですか、ね、はい、多分制約とかなしでちょっとこう費用を払って、ただその分エッセンスを聞いちゃうというのってやっぱり最後の手としてありだと思います、ね、もしかしてテキストよりもそういうのをなんかバンバン聞いた方が、はい、実は本当は効率はいいです。ずっとその、各学校の講師、私もそうですが、そういった人間がこう受験のこう試験見てきて、ここがポイントだぜっていうのをその場でスパッと言うので、本当はその方が効率はいい。録画された動画もそういう向けに配信されてるんですか。各資格の学校そこそこオンラインはやってると思うんですね、うちなんかだと Zoom で講義したやつを収録してやって、でそれをご覧いただけるんですけど、後から受講したいんですっていう方はそれを見てみたい。そうなんです、はい、質問とかは普通に一番最初から開講してる人と同じようにメールでもそれから Zoom でもお受けしたりとかしますし、各資格の学校さんこうそれぞれやってるはずなので、オンラインで見れちゃうものとかは気軽に使えるので、そこでサクッとこう情報入れちゃうというのは十分短期合格のためにはありだと思う。全部は当然抑えられなくてもポイントを学ぶにはいいかもしれないですよね、はい、それもありで、結局やらなきゃいけないことは変わんないけど、それを効率上げましょうという話でして、最初に傾向と対策見ちゃうというのと、あと使えるもの使っちゃおうっていうところ。
まあそりゃそうっすね。私なんかが受けてた頃と環境が違いますから、ね、当時は多分代表もそうだし私もそうなんですけど、はい、もう通うしかないってところが、通うのは時間の制約もあっていろんなことがあったりとか、私はもう完全に自宅でやった派なんで、ね、いやそれしか時間がないっていう方が非常に多かったはず、はいはい、ところが今は全然違って、もう逆にオンラインの方が充実してきてるぐらいですから。それに例えばあの私たちで出してるのオーディオブックなんかもそうなんですけど、まあ、動画にしても倍速で時短でいうのがあるんで、はい、昔よりなんか3ヶ月の使い方って変わったんだなっていう気がしましたね、はい、あの効率は上げられるようになってると思う。3ヶ月間でこれ1冊丸々全部読み尽くせって言われると結構きついと思いますけど、あ独学だけだとやっぱりどうしてもね詰まるところが出るんですね、うん、そこがね辛いところなんですよ、はい、詰まるところは、ね、知らんぷり一応しちゃえっていうのも実は3つ目なんですよ、うんうんうん、効率上げるために知らんぷりのすると、分かんないところで詰まってるわけにいかないんですよ。ついては詰まってるところはもう目つぶって飛ばしちゃうんです。そこ出なきゃラッキーだし、出たって1点落とすだけだと思ってほしいんです。じゃあちょっと話を戻します。はい、じゃあ5月まで一通りやって6月からはオンラインを取り入れるのか、ダメなところをオンライン取り入れたりとか、もしくはあとは直前のね、うん、情報っていうのは必ず入れなきゃならない。その年の法改正情報とか、それから白書の情報とかは必ず入れなきゃいけないので、うん、6月から後の3ヶ月は直前の情報を入れるのと、あと自分が今まで抑えられてない穴があるようなところをどうしようかって考えるのと、問題をとにかくできる限り解くというパターンに入りたいんですね。後半ちょっと忙しいですねこれね。直前期はね、うん、その気になってやっぱりね集中していただきたいなと一夜漬けが効くテストではないんですが、はい、直前にやった方が記憶が残ってるから、はい、間違いないですもんね。結構ねこれ馬鹿にできないんです、はい、直前期のギリギリ最後の例えば1週間とか8月のそのお盆の頃に、一生懸命もうしょうがないから最後間に合わないからやろうってやったやつが思い切り出まくったりとか、うん、いうパターン結構ありますから、はい、私もよく覚えてるんですけど、うん、前日に寝転がりながら、うん、あの初めて見るテキストでペラペラ開いて見てたら、うんあこんなのあるんだと思ったらそのまんま問題が出たんだな来たなって感じでしたね私も確か2日か3日ぐらい前に育児休業とかのところを見たら、はい、これ知らなかったなみたいな感じがあったらですね、うんうん、それが出た。結構バカにできないですか、うんまあ、直前期集中してね、まあ、ぜひちょっとやってほしいなというところです、うんうんうん。じゃあ6月からまずは法改正とか新しい情報を入れることをまず考えるのと、5月までのところってやっぱり突貫工事だから、今代表も言われたように穴が必ずあるはず、理解できなかったところとか順番に潰していくんですね。でそこはだから自力だけじゃダメだったら、まあネット上を探してみるとか何かの方法でこう、まあもしくは他の何か資料を探してみるっていうのもありかもしれないんですけど、5月まではとにかくどれか1冊でいいんですよ。テキストどれか一冊、うん、あの浮気はしないんです、うん、なんですけど6月からは足りなかったところ、なんか他に理解の仕方ないかなみたいなことはちょっと時間をかけてやっていきます、うん。6月以降の穴にするのかどうかっていうのがちょっと悩みどころであると思うんですよ、うん、なんとなくできちゃったなっていうのもあるんだったりするじゃないですか。でそれを穴と見るのか、うん、穴と見たくなっちゃうんですよね。そうすると時間って到底足んないだろうっていうのもあるし、自分のことを思い出してみてもですね、それから他の受験生の皆さんご指導を差し上げててもですね、はい、思うのが、はい、やっぱり受験生時代の知識って極めてあやふやなんですよ。で試験終わった後一月ぐらい経つとすっからかんとなくなってたりもしまして、うん、まあそれは実際にはあの、うん表面上なくなっただけで、あのちゃんと見直すとねすぐ戻ってくるんだけど、でもやっぱりね受験生時代の知識ってあやふやで、少しぐらいあやふやでももう目つぶっちゃっていいんじゃないかと。時間があればじっくりでいいんですけど、残り3ヶ月でいくつかのことやんなきゃいけないっていうことになると、一旦解けてるものは一旦置いといていいんじゃない。まあもともと6ヶ月で受かろうって話ですから初心者で、はい、こんな完璧を求めたってそうはいかないです。そうなんですね。平均して受かる確率もちょっと低いっちゃ低いですね。はい、それはそうです。長い期間かけた方に比べればやっぱりそれはどうしても1年かけた人と半分違うわけですから、はい、大雑把に言うと知識の確かさが違う、うん、それはもうどうしてもしょうがないので、うん、まあただその中でも受かる可能性はゼロじゃないからっていうことなので、はいはいはい、1人じゃなく複数の6ヶ月で受かった人を知ってますし、うん、決してない話じゃないんです、うん、ただ知識の確かさは確かにちょっと劣るかなとは思うんですけどね、うんうん。一応5月までやってなんとなくできた、ちょっと不安あるなっていうところはとりあえずもう一旦そこができたものとして、できなかったなっていうところを集中してやっていくっていう感じですか、はい、その段階ではまだ過去問とかで、うん、その解けなかった問題って、多く残ってるはずなんです。あのまだまだちゃんと全部が解けましたみたいな状況になってるわけないので、うんうんうん、その段階からだから過去問で解けたものは一旦置いといて、で解けなかったものに今度集中してまた繰り返すとかいう話に6月からは入ってくる、うん、まあそこの切り替えですかね。なんとなくできてちょっと本番変わったら難しいなとかって思っちゃうとやり直したんですけど、そう思ったところはねやっぱりやり直した方がいいかなと思ってこれはいいやと思うか、もしくはいやちょっとこれもう一回やっておこうかなと、うん、それってあの自分の不安度によると思うので、うん、不安なところはやっぱりもう一度見ておいた方がいい、うん、大雑把に言うと割と確実なところを増やすよりは
不確実な要素があるけど全体やっといた方が絶対いいですよね。本来的なことを言うと、はい、ちゃんとやるんであれば確かなところを増やした方がいいんですよ。100のうろ覚えよりも70の確かな知識の方が、はいはいはい、5つの枝の中で必ず削れるところが出てくるので、はいはいはい、正答率上がるんですよ、うん、それはもう確かにそうなんですけど、うん、この6ヶ月パターンとかで考えるととにかく全部に目を通すまでの時間が多分ギリギリだろうと思って、うん、そうするとあやふやさは許容した範囲で全体を見るというイメージの方がいいだろうと思うんですね。1科目全く手をつけられませんでしたって言ったらっうもう受かりようのない試験じゃないですか。そうなのであの時間考えると少しあやふやなのはもう許した上で、うん、とにかく全部に目を通そうというパターンの方だろうと思います、うん、その方が点数になると思います。あやふや度全体にちょっとずつ少なくいかにできるかって感じですか。はい、そうです、そうです、うん、6月からあとはそれを繰り返すんです。じゃあなんかそこの評価にとどまってたりすると無理ですね。目つぶるところは目つぶってほしい、うんうん、最悪さっき申し上げたように択一式だったらもしその目つぶったところが出ちゃっても1点落とすだけじゃないかっていう割り切りを欲しいんですね、うん、選択式で出た時は話が違うんですけどね、うん、なんだけど択一式だったら1点落とすだけじゃないかという割り切りをしてほしいなと思います、うん。最後になるかと思うんですけど、ありますか。あとはやっぱりあのこれくだらないっていう言われてしまったらどうですか。体調です。短期集中6ヶ月って言ったら、はい、途中で、はい、あの勉強できない期間作るわけにいかないです。これね体調管理ですね。そうですね、はい、今年もどういう基準で体調が影響するのか分かんないですもんね、まあ、オミクロン等々、うんうん、もしかして第7波とかいう話もありますしね、うん、陰性証明持ってこいって言われるかもしれないし、ね、何がどうなるか分かんないですから、うん、とにかく勉強するのにその無理聞かすのにもやっぱり体調が良くないと、うん、最後の追い込みも、ね、できなくなっちゃいますから、やっぱ最後はその短期合格のためにはそこかな。途中で病気とかになって例えば1週間ダメでした2週間ダメでしたっていうと大きいと思いますね。1週間をトータルでっていうよりその間ブツッと切れるのは大きいですね。やりすぎないように。最後4つ目は体調だなという感じです。じゃあおさらいをすると、はい、まずは3月から始めて3ヶ月間一通りはもうざっと回してしまうと、はい、傾向と対策した上でざっと回してほしい。その後本ちゃんの勉強に入るんですが、一旦は理解したであろうというものはもうできたものとして分からなかったところを進めていくんですが、その時にはいつまでも自力でやって時間かけるよりはオンラインの授業であったりとか、はい、そういうものを使いながらとっとと解決をして、あのできる限り使えるものを使った方がいいです、うん、でそれと同時に、まあ、これは多分外部使わないと無理だと思うんですが、新しい法改正情報をちゃんと取ってくる。これはあのどっかしら各資格の学校さん、うん、その直前期のやつをやってますから、何かしら情報を取ってきた方があの自分でやるなんてのは大変なんで、うんうん、これはもうどっかから取ってきた方がいいと思う、うん、で残りの3ヶ月の目的としてはもううっすらになるかもしれないけど、その全体を必ずやって、そのうっすら度合いがどのくらい減らせるかが、まあ、勝負になるということで、まあ、試験ですからね、うっすらのとこでもうっすらのとこだけ試験出ることもあります。まあ、そういう意味では勝負にならないってことはないってことですね、ええ、あの十分可能性はあるので、うん、長期であの6ヶ月間集中してほしいなと思います、うん、でもあの最後にやはり体調は全てを台無しにしてしまいます。特に前の日は少し寝て、そうするとあの勘が冴えますから、五子択一ですからね、択一式の方は分かんなくたって勘で当たればなんとかなりますから。今って試験時間って何時からなんですか。普通に10時半から。夜型になりがちなのは朝型には持ってっておいた方がいいですよね。10時半に目が覚めてないとダメですね。時間確保するのにちょっと睡眠時間を削ると夜中が一番冴えてる時間とかになっちゃうとまずいですもんね。朝早く起きて勉強する人もやっぱりいいっすね。ピークは確かに昼間に持ってきたいですね、うん、特にあの昼からの方が大変ですからね、うん、あ、そうですよね、眠くなる時期、まあ、その辺を計算して、まあ、直前の1週間ぐらいまでやってもらいたいなというふうに思います、はい、ということで本日は初心者が3月から勉強してその年の8月に合格する方法ということでお話を伺いました。おそらく見ている方でも社労士ってどうかなと思って今年受けてみようかな、まあ、それで検索してたどり着いた方もいらっしゃると思いますが、決してこの6ヶ月は無駄になるわけではなく、そのまま本気でやろうと思えば翌年には必ず生きてくるものなので、チャレンジしていただきたいなと思います、はい、では今後もですね、試験に向かっていろいろご要望があったご質問であったりとか、あとは数字の効率的な覚え方なんていうのも取り上げていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。